はいどうも、買取チャンネルです。今回は日本のプレミア切手としてトップクラスに有名な見返り美人について買取相場や概要を紹介していきたいと思います。この動画では前半に見返り美人の概要について、後半に買取相場を紹介していきます。見返り美人とは1948年に発行された日本の切手で、切手趣味週刊と呼ばれる1947年から毎年発行されている人気シリーズの一種となっています。ちなみに切手趣味週刊は特印が使用されているということから、種類は記念切手に分類されると言われています。図柄は浮世絵の祖とも名高い江戸時代を代表する有名な画家菱川師宣の作品見返り美人図が採用されていて、この図柄の美しさから発行当時から国内外で高い人気を誇る切手でした。当時はハガキに使用すると途中で剥がされてしまうと噂になるほどだったことからも、その人気の高さが伺えるかと思います。ではそんな人気の高い見返り美人の買取相場について紹介していきます。先に注意なんですけど、あくまでも買取業者による買取査定金額を想定した金額なので、通常の価値評価金額よりも低い金額となっています。見返り美人なんですけど、額面は1種類なんですけど、5枚が1セットになったシートと切り離されたバラの2種類存在し、シート状態の方が価値は高くなる傾向にあります。見返り美人シートの買取相場なんですけど、投稿時点であれば6000円が相場目安となります。そしてバラの状態であれば1枚あたり800円前後が買取相場の目安となってきます。そして見返り美人切手は復刻版という種類も発行されているんですけど、復刻版に関しては特にプレミア価値はありません。なのでカラーの見返り美人切手などは売却しても通常の郵便切手と同様の買取価格となってしまいます。見返り美人の買取相場については以上となります。買取相場は状態によっても異なることから、正しい価値を素人が判断することは困難ですので、見つけ次第専門家に無料査定の依頼をして相談することをお勧めします。また切手は保管状態によって劣化する恐れがありますので、見つけた際には丁寧な保管を心がけることをお勧めします。最後にこの見返り美人切手をネットで売却することについての可否についても紹介します。正直に言いますと、売却価格で言えば買取に出すよりも自分で出品した方が倍以上の価格で売ることが可能となっています。じゃあ自分で売却した方がおすすめなんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、この見返り美人切手であれば全然ありと言えます。ただコレクターアイテムですので、状態の判断が基本的に難しく、正しい価値で出品できるかどうかという問題があります。当然下手な出品をしてしまえばトラブルに発展する可能性もありますし、適正価格で売れなければ手数料を考慮すると結果としては買取よりも利益が下がる可能性もあります。なのでネットでの出品方法を心得ていて、適正な情報を伝えた上で出品できる自信があるのであれば自分で売却した方がいいと言えるんですけど、もしそういった自信がないのであれば買取業者に依頼するっていうのも手軽なので、選択としては全然ありだとは思います。その点を考えた上でネットでの出品を検討するのはいいかなと思います。見返り美人切手については以上です。この動画の情報は切手カタログやフリマやオークションサイト等における取引事例、スタンプ買取 .net という切手買取情報サイトを参考にさせてもらっています。情報サイトに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、他の切手についても知りたければそちらも参考にしてみてください。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。